私のチャンネルへようこそ JBN1 ビュー。山下智久ら移住計画にも誤算。ビンタ事件で失ったウィル・スミスの後ろ盾。大衆に向けて思わぬ誤算があった山下。この先はまさなお険しい道が続きそうだ。今後の俳優キャリアが危ぶまれているスミス。この余波は山下にも及びそうで。山下の海外進出には大物の支援があったと、前での芸能関係者は明かす。山下さんはウィル・スミスさん53の親族が経営する事務所と業務提携を結び海外作品への売り込みを行っていました。スミスさんと山下さんはプライベートでも親交を重ね、スミスさんはハリウッド関係者に山下さんを紹介していたそうです。実は19年頃までの約10年間、山下さんは数えきれないほどの海外作品のオーディションに挑戦するも落ち続けていたといいます。地道な努力による英語力の向上に加えて、スミスさんの後ろ盾が近年の起用につながっていたそうです。しかし今年3月にある騒動が、アカデミー賞受賞式でのスミスさんのビンタ事件です。司会者のジョークに腹を立てたスミスさんが司会者を平手打ち、アカデミー賞の主催者側はスミスさんを10年間の出席禁止処分としました。また主演映画の撮影の一時中断が発表されました。映画関係者。21年3月にスミスさんの親族の事務所と山下さんの契約は終了したそうですが、スミスさん本人との交流は続いており、ハリウッド移住後の後押しを期待していました。しかし今となってはそれは困難に。山下さんは再び独力でオーディションを受けて仕事を獲得していくことになるでしょう。前でテレビ局関係者。現在山下智久337はドラマの撮影のためマネージャーをつけずに単身でタイに渡っています。流暢な英語で海外の撮影チームとコミュニケーションをとっているそうです。芸能関係者。放送中の主演ドラマ、正直不動産がオリコンのドラマ満足度調査で2週連続1位を記録するなど好調な山下。4月末からは、出演費の共同制作配信ドラマ、ドロップス・オブ・ゴド・神の雫のロケでタイを訪れている。20年10月末にジャニーズ事務所を退所して以降、海外作品に参加するのは同作で4度目だ。精力的にアメリカの作品のオーディションを受けている山下さんですが、40歳までには活動拠点をハリウッドに移したいと周囲に明かしていました。26歳の時にテレビ番組、山下智久ルート66からたった一人のアメリカでアメリカを横断し、海外志向が強まったと聞いています。テレビ局関係者。パテイトウ、12年2月号のインタビューで、山下はこの時に受けた影響について語っている。限りなく広い大地が続いていて自分が小さく感じたよ。2週間、何もない場所を、ただ走っていると、自然と自分を見つめ直すんだ。そして何が大切なのか分かってくる。ここにあなたが興味を持っている他の傑出したニュースのシリーズがあります。山下智久、タイでの電車移動時撮りショット公開に、噂の BTS、かっこいい、の声。山下は、日本でもたまに乗るけど電車移動の時間結構好き。と、BTS に乗車中の自撮り写真を公開。山下智久、電車移動ショットに反響。ファンからは、噂の BTS ですね、日本の電車に似てる。日本でも乗るの、びっくり、電車の中でもかっこいいなど多くの反響が寄せられている。山下智久、タイでの電車移動ショット公開。撮影のためタイに滞在中の山下。4月30日には、タイでは BTS と呼ばれるバンコクスカイトレインに乗って移動していることを明かしていた。丸私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。最後まで読んでいただきありがとうございました。